廃部にしますってこう言ったわけですね。そんなことでごまかされるかと。全員教師としての資格がないと。くだらないやつはいるけども立派な人もいるんだから世の中捨てたもんじゃないと。まあ小学生の時から野球ばっかりやって遊んでまして、自分は当然のことのように中学に入ったら野球部に入るんだと。で当然野球部入りましたと。まあ体もちっちゃいしなんだけど、まあ一生懸命やってましたと。で1年生の時には球拾いと声出しと基礎練習ですね、走ってばかりで、2年生になったらようやく野球らしい感じで野球やって、2年生の夏から試合に出るんだと。そんな感じなんですよね。最上級生しか試合に出れないようなチームでしたね。まあ実際そんな上手くなかったから最上級生になったら試合に出るんだと。で1年間終わって最初の始業式ですね、校長先生が壇の上で話をするんですけど、そこで話をしたのが、野球部と卓球部は今年の夏の大会が終わったら廃部にしますってこう言ったわけですね。ってなりまして、今年の夏からもようやく試合に出れる、そう思って1年間頑張ってきて、あと3ヶ月頑張れば試合に出れるっていう段階ですよね。それが夏に廃部にするっちゅうわけですよ。で理由は校長先生わけわからんこと言ってましてですね、そこで言ってたのは野球は体育の強化にない。何を言ってんだってね。当時オリンピックにもなかったんですよ。オリンピックのにもない。で野球はバットとボールを使う、特にバットを使うので人に怪我をさせる恐れがある、だから廃部にするってわけですよ。おいおい待てこの野郎って話です。もうそんなことでごまかされるかと、また悪いのかと校長ってなりまして、まずバットとボールで誰か怪我したっていう事件は一つも起こってなかったんですよ。でそんなの理由になるわけありませんよね。で体育の科目にないってその関係ないですからね。もうすでに野球部あったんですから何の理由にもならないと。全く合理的な理由を説明できずに野球部を廃止するなんてことを言う校長、教頭、それからそれに従う教師、全員教師としての資格がないということで、それを毎日毎日その日記を担任の教師に出すんですね。それに毎日毎日書きましたですね。どう考えても理由がないと。こんなめちゃくちゃな教師は全員辞めろと、早く何やってんだということを、まあ結局卒業するまでずっと書き続けたんですけど、ただその時野球部に入っていた15、6名の同級生はですね、1年上は最後の試合までやりましたからいいんですけど、僕らの同級生は途中で辞めさせられるわけですが、みんなですね野球部廃部になったから仕方なくテニス部に移ったりバレーボール部に移ったりバスケットボール部に移ったりサッカー部に移ったりしてみんな行くわけです。で僕は冗談じゃないと、そんな他の部活なんかやれるかと、俺は野球やりたかったんだと言ってずっと教師に対する抗議を続けていくわけですね。まあそういうこともあり、もう教師はろくなもんじゃないと。まともに説明もできないような教師が何を人の教育をするんだと。私中学2年から3年にかけてはもうそれしか考えてないですよね。まあそういう経験もありですね、教師とか偉い人とか政治家とか言ったってもうくだらん人が世の中いっぱいいるんだと。これ実はですね、これは後で考えたことなんですけど、あの時裁判っていうものを起こしていればなぁと。なんでそういう知恵は回らなかったのかと。中学校2年生の私としてはただ単に教師がそう言うから教師に抗議をするということしか思いついてないわけですよ。これ全く問題解決にならないですね。結局とんでもなく悪いやつに抗議しても問題解決しないでしょ。中国でも一緒ですよね。
本来抗議してるだけでは何の解決にもならない。それは経済制裁をするとか、さまざまなその圧力をかけなきゃいけないわけで、ただお前ダメだと言ってるだけでは何の解決にもならないわけですけど、そんな当然のことも分からずにただ抗議を続けてたんですね。もし私があそこで訴訟を起こしていれば、訴訟を起こすといっても親の法定代理人である親があの OK してくれれば訴訟を起こせるんですよ、中学生でもね、はい、で訴訟を起こせばどうなったかというと、長野地方裁判所に訴訟を起こしますね。そうすると長野地方裁判所にはそこに詰めている朝日新聞の記者とか信濃毎日新聞の記者とかいっぱいいるわけですよ。でそういう人たちがあれなんか中学生が、校長相手に訴訟を起こしてるぞ、市を相手に訴訟を起こしてるぞってなると中身なんだってなるでしょ。そして訴訟にはその理不尽にもこうやって野球を潰されたと、損害賠償請求、慰謝料請求ですよね、はい、がなってると。あれこれちょっと取材してみようかな、面白そうだからって校長先生のところに行くと、でそうすると新聞記者が校長先生のところに行って、こういう訴訟起こってますけどちょっとコメントもらえませんか。困りますわね、校長も何の説明もできないんですから、はい。そうやって正当な圧力をかけることによってあの正しい選択をさせることはできたんじゃないのか。少なくともものすごいでっかいストレスを与えることができましたよね、アホな校長とアホな教頭に対してね。でもそういう当たり前のことを思いつかなかった自分っていうのは本当に無知だなと、これは後で思ったことですよ。でそれをバネにして高校では伸び伸びと野球やったわけですけど、思う存分野球やりました。もう死ぬほどやりました。それで、高校3年の夏に負けましてですね、ふぬけのようになったところに自分の母校の中学校に野球部が復活してたんですよ。でそこにのこのこ出かけていきまして、毎日夏休みそこに行きましてですね子供たちに野球を教えて、で1試合は指揮を取らせてくれましたね、先生が練習試合のそんなことをして中学校のグラウンドに毎日行ってたらですね、私が中学校の時の担任の教師がまだいまして、で職員室にいたんですよ。でいるっていうのを聞いて私ものこのこそこに出かけていきまして、先生と、ところで4年前に野球部を廃部にした理由を教えてくれと聞きましたら、担任の先生が、ね、こう言ったんですよ。いやいや春尾君とあれは実はねと、野球部に運動神経のいい子がみんな集まってしまうと、その挙句にちっとも勝てないと、どの中学もそうですから、そういう中でちっとも勝てない、優勝できない。それを見ていたテニス部の子などが、野球部を潰せば自分の部にも少しそのいい生徒が回ってくるだろうと考えて、以前から野球部を潰そうと画策していたんだと。ところがある、野球部の顧問が非常になかなか強情っていうか頑固な人で、私も1年間理科を教わったんでその人のことは知ってるんですけど、この人は人に言われたぐらいじゃうんって言わないなっていうタイプの人なんですよね。僕の理科の教師、僕が1年の時の野球部の顧問先生、これがこの人があの転勤になったんですよ。で転勤になった瞬間に職員会議開いて野球部潰しましょうって話になったんですね。で多分野球部だけ潰すと目立つから卓球部も潰したんだと思うんですよ。ひどい話でしょ。でそれを元の担任の教師が私に打ち明けてくれたわけです。でその瞬間ですよ、私やっぱりあんたたちは教師の資格ないねと。なぜならば校長と教頭がアホであっても職員会議やったんでしょうと、職員会議でまともな意見を出せる教師はいなかったのかと、今さいなかったよごめんと、ごめんじゃねえと、やっぱり教師全員教師としての資格ないねあんたたちと、そんなことやったんかと。でまたも怒りがふつふつと湧き上がって、その時の中学生たちに話をする時はいいかと、教師の言うことをまともに信じているんではそれはいかんよと、生徒としてはねと、教師もアホなやつがいるしとんでもないやつもいると、
頭悪いだけじゃなくて人格にも人格的にもどうしようもないやつもおるんだと。だから教師の言うことだけ信じていくようなそんな人間になっちゃいかんよと。ただしまともな教師もいるから自分の目で見て判断せということをその母校の野球部の中学生にはよっこんこんと言って聞かせてですね、分かったなということはしとったんですよ。二十歳になった時、成人式ってあるんですね。私の生まれた当時長野県高職市っていうところ、今でいう長野県千曲市、そこから私が大学生であった私に電話がかかってきまして、成人式に出てほしいと。でついては成人を代表してその謝辞を述べてほしいとこう言われまして、私まだ若かったですからね、冗談じゃないと、何一つ感謝してないと、自分がその中学校に対してね。だからもちろん中学の教師だけが悪いんだけども、にしても何一つ感謝してないので、成人になった謝辞を述べることはできないから出席せんと、出席できませんねっつってお断りしたんですよ。はい、私が弁護士になって、テレビもちょっと出るようになって、で母校の中学から、講演依頼があったんですよ。中学校の創立50周年だったと思うんですけど、50周年記念して式典があるから母校に来て講演してほしいと言われて、なるほどと思ってですね、これは行った方がいいなと。でのこのこ出かけていきまして、でその場にはですね、歴代の校長先生、歴代の教頭先生とかみんないるわけですよ。で生徒もいるし、父兄の方々もたくさんいる中ですね、その話を簡潔に説明しまして、その上で生徒の皆さんにね、もう能力だけじゃなくて人格的にもどうしようもない教師も必ずいるから、これは過去だけではないと、今も必ずいるはずだと、もちろんいい先生もいるだろうと、そこを見極めてね、勉強しなければまともな勉強にならんぞと、分かったかという話をしたんです。でその時にこう、私は講師で行ったので、それに対するお礼の宴席が設けられてましてね、その講演の後、もちろんちゃんとそれ以外のことも説明しゃべってはいますよ。ただそのこともきちんと述べて、して宴席になってですね、歴代の校長教頭とか、多分当時の校長教頭も書いてたと思いますけど、いろんな人たちがいて、その中で一人の先生が私のところにこう来ましてね、北村君、僕のこと覚えてますか。そうおっしゃったのは、2年生になってから野球部の顧問になって3ヶ月だけ顧問をしてくれた先生だったんですよ。さっきの話はねと、その通りだとその通りだという意味は、自分は新卒でこの八代中学に赴任してきたと。で赴任してきた最初の職員会議で野球部を配布するということを議題に上がっていたと。そりゃおかしいだろうと俺は思ったが思ったけれども、新任一発目の職員会議で校長教頭にそれおかしいって言うだけの勇気がなかったと言うから、やっぱりあんた教師の資格なかったねと僕が言って言っときましたけどそんなことで教師やれんのかと、そんな道理も解けなくて教師なんかやっていられるんだねっていうことを一応言いつつ、先ほど組み交わしましたけどね、その教師とは。はい、もうちょっと言うと、実は高校に入った時にですね、監督さんってのが大変その素晴らしい人で、はい、なんていうんですかね、私の損得が一切ない人だったんですよね、はい、それはお医者さんだったんですけど、整形外科の開業医をされていて、医師としては医師としての腕はどうかなっていう面もあったんですが、
あの人間としてですね、実はその方亡くなった後、その医院は開業してた医院はもう借地に建てられてて、すぐもう何もなくなってしまったんですがね、つまり蓄財をされてた形跡は一切ないんですよ。でお宅に伺うと、もう山のように、明治生まれの方で山のような本に囲まれていたんですが、まあグラウンドではとにかくその、人間として生まれてきたからには勇気を持って戦えとかね、人間として大事なものはその信念だということを盛んに教えてくれて、とにかく強い人間になれということを言って、厳しい練習でしたけども、とにかく一切その自分の名誉とか財産とかそういうことと関係なく、その立派な若者を育てるんだっていう信念でもって監督をされたんですよ。でその姿を見て、それまでの何て言うんですかね、私の教師に対するその僕から見るとくだらない教師たちとかくだらない大人たちに対する思いが全てこう何て言うんですか、洗い流されてるというよりは、こんな立派な人もいるんだと、世の中には。だからくだらないやつはいるけども立派な人もいるんだから、世の中捨てたもんじゃないと。やっぱり自分はこれからの人生で素晴らしい人を見つけて、その人を模範にしながら生きていけばいいんだと。くだらないやつはお前くだらないと言って切り捨てていけばいいし、弁護士になればそれに対して制裁を加えればいいし、損害賠償でもね、何でもいいんですけど、だからそうやって生きていけばいいんだってことで大変救いになったんですね、私の高校時代の3年間というのは。はい、なのでそれは未だに変わらないですね。ダメなものはダメなんで。だから子供たちに接していても、自分の子供がですね、学校の教師から怒られたって話を聞いても、中身聞いて、もうそんなくだらんこと気にする必要はないということも多かったですね。はい、多分それは多少の救いになったかもしれないですね、子供にとっては。はい、完璧にこれ信じるんです。うちの息子は会社行ってませんっつってガチャンって切ったという必勝法があれば、たとえ100万でも高くないですよね。自分を信じてるから騙されるんです。それが落とし穴なんです。